半海電気軌道501系電車。半海電気軌道も501系電車。半海電気軌道も501型電車は、1957年に半海電気軌道の前身である、南海電気鉄道、南海が当時の同社大阪軌道線向けに導入した路面電車用電車。当時この路線を経営していた南海では、1938年から、 木造車の交代化に取り組んでいたが、これによって生まれたのがも205系、大型木造車も101型は、太平洋戦争も乗り越えて、主力として走り続けていた。そこで同系の一部置き機会を目的に、1957年にも501から505の五両が、帝国車両工業によって製造された。工術するように当時の最先端の技術が盛り込まれた。 高性能車である。車体は、車体長 13000mm、車体幅 2436mm、車体百ミ 200mm の全金属製で、前面は中央の運転席窓を広く取って、左右に開閉可能な細窓を並べた3枚窓構成で近隣の大阪市交通局が本形式の前に製作した和製。 pcc 車こと大阪市電3 0 0 1型に準じたスタイルとなっている。もっとも上段を H ゴム指示の固定窓とした2段上昇式窓としていた同形式とは異なり本形式の側窓は一大加工式で本形式の直前に南海が南海専用として1954年から新造を開始していた特急車110001系に準じた構造となっている。座席は 心臓時よりロングシートである。塗装は心臓時から窓部から上がクリーム、下がダークグリーンの二色塗り分けで、この塗色は大阪機動線向けでは初採用となった。前面は中央部の下部までクリームを塗った、いわゆる金太郎塗りに近い塗り分けとなっている。なお、うるさいとの苦情を受けて本形式のみ心臓時からフートゴングを装備していない。 大阪市電3 0 0 1系同様、いわゆる PCC カーの影響下に登場したことや、当初連結運転に対応していたこと、それに専用軌道の多い路線で使用されることからか、走行装置は、当時の最新鋭技術による豪華なものが装備された。制御機は三菱電機 AB-44 から 6M で、自動加速制御機能を備えた、多段電動化無軸式制御機である。 この制御機は、各社の床下に掃化され、各運転台に設置されたキロリットルマイナス 581A 主管制御機からの診断指令を受けて動作し、これにより連結運転時の総括制御を可能としている。主電動機は、定格出力30キロワット、定格回転数 1580rpm の、東洋電気製造 TDK-830A を、 各台車に2機ずつ、計4機搭載する。駆動装置は、中空軸平行、カルダン駆動方式を採用し、小型の車輪、660mm を使用する、ことなどからアイドラーギアを1枚挿入した2段原則としてある。このため、波数比は84、37、13となり、定格速度は、時速 30.4km となる。台車は、ボルスタンカーを備え、 枕バネに、ベローズ式の空気バネを使用し、軸箱を防振ゴムで包んで、軸バネを省略した一自由度系軸箱量式台車、エコノミカルトラックである、汽車製造ケースマイナス53車を装着する。この台車は、汽車製造製空気バネ台車としては、軽阪電気鉄道向けケースマイナス50、1700、軽用試作ケースマイナス51、1810、軽用、 京阪新急行電鉄向け KAS-52、先住形容施策に続く4作目で、エコノミカル、トラックとしては、第1作。しかも、日本の路面電車用台車としては、初の量産空気バネ台車である。ブレーキは総括制御と、発電ブレーキ乗用による製輪し摩耗の削減を、目的として、電空併用非常直通ブレーキ SMED を搭載した。しかし、 電空併用ブレーキはその扱い型形式の SM-3 空気ブレーキ全く異なり、扱いが難しいことなどもあって間もなく、発電ブレーキの使用を中止した。連結運転が中止された後で連結機撤去が行われたが、ブレーキはそのまま非常直通ブレーキのまま残地された。しかし1980年の分社化に際し、路面電車では一般的な SM-3 空気ブレーキへ交換された。なお、基礎ブレーキ装置は、台車シリンダー式の踏み面ブレーキである。空気ブレーキのみとなったことや冷房化による重量増が影響してか、た形式より、ブレーキ性能が劣る。パンタグラフは、皮脂枠型の東洋電気製造 PT52L を一機、搭載する。連結機として、トムリンソン式密着連結機を装備していたが、 これは連結運転の中止後に撤去された。登場から道路線のエース的存在となっており、現在も5両全車が運用されている。心臓当初はもう151型などと同様に、同形式同士で連結運転を実施したが、1961年に中止され、以後この機能は使用されていない。1976年からワンマン運転実施に備え、 ワンマン化改造が行われたが、この際に、それまで系統番号と行き先を表示する形だった方向膜が、方向膜を新設したも161型などと共通化するために小型化れている。1985年にはも501から504が、三菱電機 CU77N 冷房装置を搭載して冷房改造をされ、同年7月3日から冷房を作動させての、 営業運転を開始した。さらに翌年に残るも500号も同様に冷房改造されたため、2012年、現在は全車冷房車となっている。冷房改造をされた当初の夏場には、非冷房車を敬遠して待ってでも冷房車に乗る乗客もいたという。2013年12月にも502の行き先表示機が従来の幕式表示から LED 表示へと変更され、 運転席背面に液晶ディスプレイが設置された。運賃はもの1 0 0 1型と同じタイプのものに交換され、ドア横に IC カードリーダーが新設された。なお、も503は2015年7月30日に大和川建区構内で脱線事故を起こした。2018年5月に503号の仕様が変更された。全面のワンマンプレート撤去。 車番と出入り口表示がカッティングシートか、熊本市交通局5000系電車と共に、いわゆる和製 PCC カー組の中でカルダン駆動を現在でも採用している希少な車両である。特に他社に一度も譲渡されていない車両としては最後の存在でもある。も501は通称モ電車、代台と呼ばれる特別塗装を施していた。2008年6月より、 収益50周年を記念して、ステッカーが貼られている。2010年8月には上半分の塗装が、オレンジ色から黄色に変更された。2013年11月からは、全面は、雲電車の塗装のまま、側面は、パチンコ店、P、ルーツカジノの広告塗装となり、1年を経た後、関西国際学園、桜インターナショナルスクールの広告塗装となっている。 2016年11月頃からデザインが変更されている。もう500には2010年6月6日から2年間の予定で南海グループと東京都交通局の共同キャンペーンの一環として1978年以前の東京都電の都職である黄色地、ソーカーカオビに変更されていた。発表の時には車両の方向幕をバセダに変更し、 共同 PR を行った。このいわゆる塗装交換は2009年10月より、江ノ島電鉄と京福電気鉄道との間で実施している方法と、類似、両者も方向幕に互いの事業者の行き先、嵐山、鎌倉を掲示したしているが、江ノ電、京福間が塗装で実施しているのに対して、都電、半海間ではラッピングで行っていた。2014年5月以降は、 同年4月1日から半壊で導入されたピタッパ、および南海グループカードミナピタの広告塗装を経て、も503と同じパチンコ店、テルーサツイン系、エスプラチナム後の広告塗装となった。2017年2月からは502が野村証券、503が岡崎屋七店の広告になっている。も504は春行当時の塗装が復活し、 2009年12月29日から営業運転を行っていたが、2013年2月に塗装が変更されて、近鉄百貨店の広告塗装となり、雲電車、代々を経て2015年11月1日からは、大阪警察など各種団体連合による、鍵かけた ?880 万人防犯啓発運動、ラッピング電車となった。2017年1月からは、 大阪市立大学医学部附属病院の広告電車になりくも塗装は消滅した。も505もも504と同様に春工当時の塗装となっていたが、2012年5月に赤と青のダイナミックな塗装に変更されており、2012年6月10日に開催された第14回路面電車祭りにてお披露目がやれ、筋肉マンプロジェクト推進委員会特別塗装電車となった。 2017年6月に還暦記念として登場時の金太郎塗りになって2017年6月10日の第19回路面電車祭りから運行が開始さた。2017年の12月頃から広告ラッピングが下半部に入れられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。